皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、1ヶ月ぶりに打ったパチンコで隣客に悩まされましたということで、パチンコのね雑談を、まったりとしたいなと思います。で、本日が2月の7日ですね。現在の時刻が12時40分なんですね。こちら、はい、12時40分なわけなんですけれども、50分ぐらい前にですね、パチンコ屋から帰宅して、ちょっと今、ネタを作成してっていうか、話す内容をある程度まとめて、動画を撮影しております。なのでつい先ほどまではパチンコ屋さんに私いました。で、本当にね、1ヶ月ぶりぐらいにパチンコを打ったんですよね。パチンコ屋さんに行ったのは、その、CR 機の撤去とか 5.5 号機の撤去の時にね、店内撮影したかと思いますんで、その時は行ったんですけれども、打ってはいなかったんですよね。なので1ヶ月ぶりぐらいに、その初打ち以来なんで打ってきたわけなんですけれども、もうね、めちゃくちゃね、最悪なことが起きたんで、まあ YouTube なんで、ちょっと私が話したいことをね、ただただ話すだけの動画になるんですけれども、まあ後半パートではね、実践した時の動画じゃないな、画像とかね、ありますので、そちらを貼りながら話したいと思いますので、最後まで見ていただければなと思います。はい。で、実践したのが先ほどなんで2月の7日で、午前の9時半ぐらいからですね、パチンコを打ちました。いや、本当にね、久々にパチンコ屋に行くので、まあ、狙い台とか特に決めずに、自分の打ちたい台を打ちたいなということで、初打ちの時にも打ちましたリゼロの鬼がかりバージョンですね、もう1回連チャンしたいなということで、打ちましたと。で、まあ、ホールについたんですけれども、もうリゼロが人気すぎて、空き台が2台しかなかったんですよね。角2と角4だけ空いてたわけなんです。で、角3のお客さんがマジでやばい人だったんで、結局ね、角2に座っても、角4に座っても、その人の隣だったっていうことなんで、どっちに座っても最悪な展開が待っていたわけなんですけれども、私はまあ角2に座りましたと。で、まあ、普通に打ち始めるじゃないですか。その角3の人は、まあ、年齢で言うと30半ばぐらいかな。で、オタクっぽい人で、おそらくなんか夜勤明けみたいな、感じの、人が座っていたわけなんですね。で、別にそんなの特に気にせず、私は普通に打っていまして、先読み圧モードに選択して、期待度上昇保留が来たけれども、外れてしまって、その後に先読みでギャハハハみたいな赤の先読みが来て、見事に大当たりして単発っていうところまで楽しんでたんだけれども、隣がですね、まあリーチが来るたびにですね、ボタンめちゃくちゃ強打するわけなんですよ。ババ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 ってね、強打するわけなんですよ。で、これぐらいだったら全然いいんですよ、私的には。ボタン強打するぐらいだったら、いや、まあまあ別にパチンコ楽しんでるんだなみたいな感じで捉えたんで、全然気にしなかったんですけれども、その人が突然リゼロを打ちながら寝始めたんですよね。ハンドル握りながらこうやって寝始めて、で、寝始めたと思ったら、球が右に飛んでるんですよね。で、リゼロって通常時に右打ちをしてしまうと、保留が3つ以上溜まってしまうと、めちゃくちゃでかい警告音が鳴るんですよ。もう本当に爆音で、ブーンブーンみたいな、左打ちに戻してくださいみたいな、ことが起こるんですけれども、それが本当に大きくて、私自身もめっちゃビビったし、その角用に後から座った人もすげえビビってたし、むしろ後ろの人とかも全員見てくるしみたいな。で、打っていた当の本人なんて、もう心臓を抑えるぐらいで、もう、はぁみたいな感じになっていて、私もそこでビビったわけなんですけれども、まあ、ボタン強打と、その1回ぐらいね、右打ちにしてしまう、これはまだいいかなと。まあ、私許容したわけなんですね。ここまではまあいいかなって思ったんです。で、そのまままた打ち始めるじゃないですか。その角さんの人が打ち始めてですね、次に朝一にその配っていたであろう整理券が立てかけてあったんですけれども、それが折ったんですよね。その角さんの人が整理券を落として、結構でかいんです、これぐらいの整理券なんですけれども、番号が書いてある整理券を落として、私の足元に来たんですね。はい、私の足元に来ました。で、普通だったら、あ、ごめんなさいとか言って拾いませんかね。で、拾うと思うんですけれども、あ、落ちたみたいな、なんか角さんの人ね、落ちたって言って戻るんですよ。また
画面見てるんですよ。さすがにこれちょっとないかなということで、なんか拾うまで待とうかそれとも拾おうか迷ったんですけれども、とりあえずまあそのままでいいかなということで放置してたんですけれども、数分後に、店員さんが駆けつけてくれて、拾ってくれました。すごいいい店員さんですね。拾ってくれましたと。はい、まあここまでで、なんかちょっとこのね右隣の人はおかしいのかなとか思ってたんですね。で次ですよ、もうこれがひどかったんですけれども、また寝始めたんですよ。で寝始めて起きるんですよ。で保留見るんですよ。で寝るんですよ。右打ちしてるんですよ。そうこうやってやって寝ながら保留見てまた寝るんですよ。そうリゼロって右打ちのスルーに球が入るとですね、右の保留を貯めることができるわけなんですね。で保留を貯めてそこで大当たりを引くと、まあこの人分かってなかったかと思うんですけど、あの300発が 20%、 1500発が 80% もらえるわけなんですね。ただ通常時、その左打ち時に右打ちして保留が入って当たったとしても、右のその時短に突入することは 100% ないわけなんですね。でこれなんでかっていうと C 時短を抽選していないからなんです。そうこれに気づかずに、あの右にね保留貯めて当たればラッキーじゃねえみたいな感じで、この人ねおそらく狙っていたかと思うんですよね。寝ているふりをして、右打ちに球をねその保留を貯めるっていうのをずっと狙っていてですね、でここでまた事件が起きたんですよ。もうバカでかい音が鳴って警告音鳴って、左打ちに戻してくださいっていうね警告音が鳴ったんで、さすがにねもう私もブチッときまして、まあめっちゃ切れたっていうわけじゃないんですけれども、もう店員さん呼んでね、店員さん駆けつけてくれました。この人明らかに右の保留貯めているから注意した方がいいですよと、寝ているふりをしながら右に球を打っているのは私は見ていたと、常に薄目で確認しながら右に球を打っているのを確認していたから絶対に注意してくださいっていう風に店員さんに言ったんですね。そしたら分かりました、本当に申し訳ございませんでしたって言って店員さんが一度去ったんですね。で私もさすがにもうこの台打てないなと思って、だってボタン強打、まあこれはまだいいって、寝出して、左打ちに戻してくださいっていう爆音が流れました。で整理券を足元に押されて全く拾えません。で次明らかに故意で右打ちを狙って、さらに、爆音でね左打ちに戻してくださいっていう、この4回ですよ。しかも短期間でですよ。もうこれにはねさすがに私ももう許せなくて、なのでもうちょっとやめちゃいましたね。はい。でその後、まあもう少しねさすがに打ちたかったので、マクロスフロンティア4ですね、あの右打ちオール1500発の 81% ループ、まあ2回転で勝負が決まるっていう台なんですけれども、その台に座りました。319分の1なんですけれども、まさかのですね1回転でなんか赤文字が来たので、まあ、ちょっと様子見しようかなということで手離して見守っていたんですよね。そしたら疑似さん行って、普通になんかストーリー系のリーチに発展して、ただ展開めちゃくちゃ弱かったんですよ。テロップも白だし、何もチャンスアップとかがなくて絶対に外れるんだろうなとか思って保留貯め始めたらですね、まさかの1回転で大当たりしてしまいましたと。で右打ちの最初の 50% も難なく突破して、でその後1万発出るまでずっと1回転で当たり続けたんですよ。これさっきのなんかリゼロのあれお詫びでも来たのかなみたいな感じで捉えたんですけれども、そこからですねあの怒涛の連チャンを重ねて、最終的にはあのちょっと表記あの画面撮ることできなかったんですけれども、2万2500発ですね、16連チャンぐらいして2万2500発ぐらいね、獲得することができました。なので、まあ、結果的にねあのリゼロをやめてよかったじゃんって思う方とかいると思うし、その人のおかげでお前マクロスで勝ったんだから文句言ってんじゃねえよとかねあのコメントできそうなんですけれども、全然そういった問題じゃないんですよね。なんか全然そのなんかモヤモヤした気持ちで打ってたから気持ちよかったっていうよりかは、まあ出てよかったかなっていうぐらいにしか捉えていなくて、リゼロも打ちたかったんでね本当は。なんでまあね10万円ぐらいにはなりましたけれども、なんかすごくモヤっとした感じで終わってしまいました。まあね出玉出てんだから文句言ってんじゃねえみたいな感じで言われそうですけれども、本当にね言われそうですけれども、私は別にその金額とかの問題じゃなくて、まあパチンコ楽しみたいタイプなんで、別になんか5万勝とうが10万勝とうが別に勝ち額とかどうでもいいしって思ってるんですけれども、まあねこんな事件がありました。2万2500発出してすごくモヤモヤした気持ちで終わるっていうのはね久しぶりでしたね。まあもちろんあの出玉自体は嬉しかったですよ、勝てたんで良かったですけれども、
まあね、久々になんか嫌なお客さんに当たったなっていう感じがしたので、まあ、YouTube でお話しさせていただきました。楽しんでいただけましたでしょうかね。皆さんが楽しんでいただければそれで私は動画投稿してよかったなと思うんですけれども、まあ、またねこういった感じの何か出来事がありましたら、まあ、YouTube なんでね何話してもいいと思ってるんで、動画に収めたいなと思います。まあ、またねしばらくパチンコを打つことないと思いますので、またできる時とかにねパチンコを打ってなんか面白いお客さんとかがいたら、動画にしたいなと思いますので、その時もね、見てください。というわけで今回は終わりにしたいと思います。皆さんもね何か面白い客いたよとか、この間隣で打っていた人がめちゃくちゃやばかった人がいたとね、そういった感じの出来事がありましたら、ぜひコメント欄の方で教えていただけると私読ませていただきますので、はい、よろしくお願いします。で今回の動画面白かったなと思っていただけたら、ぜひグッドボタン押していってください。で、こういった感じの動画とかもねアップしていきますし、あとパチンコの攻略とか闇とか投資系の情報ですね、動画投稿していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録まだしてくれていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。で私 LINE アットやってるんですけれども、パチンコで本気で勝っていきたいとか、パチンコでね安定的な収益を築いていきたいと考えている方は、こちらからですね、LINE の登録をしていただければ私直接連絡いたしますのでよろしくお願いします。で投資に興味があるとか、投資を始めて今の会社を辞めて自由になりたい、自由にパチンコを打ちたいと考えている方は、こちらの LINE から、連絡していただければ投資を学ぶことができまして、投資で勝っていくことができますので、ぜひバイナリーオプションの LINE にも登録よろしくお願いします。それでは今回は終わりにします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。